紅葉する山もみじ落葉性は、ある季節に定期的に葉を落とす植物の性質のことである。枯れた葉がすぐに落ちず、翌年の春まで残る種類もある。肺外に一部の茎を落とす植物もあり、これらも落葉性に含める。部分的に、または気温などの条件によって落葉性を示す。植物もあり、これは、反落葉性もしくは、反常緑性と呼ぶ。 主として落葉樹からなる森林を落葉樹林といい、これは温帯、亜寒帯のほか、熱帯のモンスーン地帯にも分布する。葉は低温、特に凍結に弱く、また気候があるため乾燥にも弱い。温帯、亜寒帯では秋に落葉する植物が多く、熱帯では寒気の初めに落葉するものが多いが、いずれも低温、または乾燥という厳しい環境条件に耐えるために、 それに弱い葉を落として、休眠に入る適用である。落葉には、このような、正常な過程のほかに、塩害や中害による、防御反応としてのものもある。葉そのものは大きくて薄い方が、効率は良い。熱帯雨林の植物はそうである。しかし寒気や寒冷気など不適な季節に対応できない。これを耐えるための適用として、葉を小さく、厚くするという方法があり、温帯の常緑樹は、 そのようになっている。落葉性は、それでも耐えられないので、葉を維持することを諦める、という適応である。常緑樹の葉は種類にもよるが複数年の寿命がある。それを諦め、公的な数ヶ月だけで葉を使い捨てるのが、落葉性である。もったいなくはあるが、逆に公的な時期だけ維持すればよいので、温帯常緑樹より大きくて、薄い葉を持つものが多い。桜のように、 葉のない季節に開花する植物も多い。これには低温や乾燥によるリスクも伴うものの、中梅毛では昆虫から見て花が見つけやすい。また風梅毛では風通しが良くなって十分効率が良いという効果があると考えられる。落葉は土壌生物の餌となる。土壌生物によって落葉が分解される過程で、無機養分は土中へと放出される。 植物はこれらの養分を吸収して生活している。長い間、土地上の落葉を採取していくと土壌や植生に変化を与えることがある。森林では地表面が落葉で覆われることで土壌の水分や温度の変動が比較的安定している。落葉樹は気候条件によって2つのタイプに分けられる。温帯あるいは亜寒帯の落葉樹は季節によって気温に 大きな変動がある気候に適応し、主として気温の低下に対応して落葉する。熱帯落葉時は気温の変動ではなく、高雨量の変動に適応している。雨の降らない寒気には水分を保持し、腰を防ぐために葉を落とす。落葉は必ずしも季節的なものではなく、条件によりいつでも起こりうる。落葉は複雑な生理的過程である。葉は成長期に 葉緑素を増やすが、秋になって気温が下がったり、あるいは寒気に入って乾燥ストレスが増したりすると、葉緑素の合成が減り、分解が増える。また、紅葉する種類では、他の色素の合成が増えることもある。これらの色素には、カロテノイドやアントシアニンがある。カロテノイドに関しては、もともと含まれているが、葉緑素の分解に伴いその色が目立つようになる。 アントシアニンはいつもあるわけではなく、秋になり、日長が短くなると合成され始める。このような紅葉は、温帯の植物に限られ、熱帯の落葉樹にはない。その意義は、植物学的には、葉の老化過程として説明されている。秋になって気温が下がり、気象条件が光合成に適さなくなると、植物は光合成の装置を分解し始める。葉に含まれる。 栄養素を幹に回収して、翌年の春に再利用するためである。この老化過程で、葉を光による害から守るためにアントシアニンを合成したり、カロチノイドが葉に残されたりする。落葉は、傭兵と茎との間に理想と呼ばれる境が形成されることで始まる。この層は、葉が盛んに成長する時期にすでに作られており、互いに離れうる細胞の層で構成される。 この細胞は葉やその他の部分で作られる植物ホルモンの一種、オオキシンに敏感である。個々の葉で作られるオオキシンの量が他の部分から来るオオキシンの量と同程度であるうちは理想細胞は離れない。しかし、季節的条件やストレスによって葉からのオオキシンが減ると理想が伸び、それによって細胞層の間の結合が離れる。また離れた部分はコルク質で塞がれるので、 樹液が漏れずに済む。理想形成には、オオキシンの他にジャスモン酸、エチレンなども関わっていると言われる。落葉樹は、成長期になれば、葉のない状態で新しく茎と葉を出さねばならないので、常緑樹よりも多くの資源を要する。このことへの対応として、多くの落葉樹は、葉が落ちる前に、そこから分解物を回収して、根や内樹皮の重細胞の液胞に、タンパク質として貯蔵する。 このタンパク質は新しい葉などが出る、菜の栄養として利用される。建物の南側に落葉樹を植えると、葉のある夏は日差しを遮り、葉が落ちる冬は日差しを通すので快適に暮らせる。落葉樹は、非植物のうちで、特に草子葉類に非常に多く、温帯に分布するもののほか、熱帯のモンスーン地帯に分布するものも含む、単子葉類には少ないが、サルトリーバラなどの例がある。 ラッシュ植物では、温帯に分布する胃腸、メタセコイア、ラクーショウ、アカンタイ,イラクヨウ樹として代表的なカラマツなどがある。ABCDE、つみとしお、ラクヨウと人間。アーバン、クボタナンバー14、2019年11月14日、閲覧、植物の体の中では何が起こっているのか2015年、ベレ出版、街づくりの秘密46ページ。ありがとうございます。